こんにちは、モテインカズヤです。今回もモテインカズヤのお掃除お悩み相談室をやっていきたいと思います。今回のご質問はこちらをいきたいと思います。洗濯洗剤の液体タイプドラム式洗濯機を使用していますが、日々の洗濯で白い服が少しずつ黒ずんできているように思います。月に一度洗濯槽クリーナーも使っています。使う洗剤の量は適量程度で2回すすぎですが、すすぎ残しで黒ずんでいくことはありますか？粉末タイプの方がすすぎ残しが起こりにくいなどはありますか？洗濯洗剤の粉末タイプと液体タイプのメリット、デメリットについてのお話を聞きたいです、ということなんですが、まずは白物色の黒ずみについて考えていきたいと思うんですけれども、原因3つあるかなと思うんですよね。1つは洗濯槽の汚れが衣類についてしまうということですね。これについては月に一度洗ってらっしゃるっていうことですので、ちょっと考えられないのかなって思います。でもう一つ、水道水以外のお水で洗濯していると黒ずむことがあります。例えば井戸水を使ってましたと。でその井戸水の成分の中にマンガンが入っていて、そのマンガン分が非常に濃いという場合はマンガンって黒ずむんで、まあ、それが考えられるんですよね。でも今この時代に、なかなかないじゃないですか、水道水以外使ってないっていうところは。なんでこれもあんまり考えられないのかなって思って、もう一つは最後、皮脂汚れが落ちきれず残って、それが黒ずみの原因だと。だからこれが一番可能性高いですよね、3つの中で。だからこれかなと思って、まず一応3つの原因ありますよっていうような形でお答えしたんですよ。そしたらお返事がありまして、洗濯槽に詰め込みすぎて、それが黒ずみの原因、皮脂汚れが結局落ちなくて原因なのかなって思いましたっていうふうなお答えが返ってきて、あ、じゃあやっぱり皮脂汚れが残ったのかなということみたいなんですけれども、あるんですよ、お子さん増えてきて、兄弟増えてきて、でしかもある程度大きくなってくると、運動を始めたりするじゃないですか。運動部に入ったりしたとか、スポ少年始めたとかで、そうなってくると洗濯元が倍になりますよね、一人の分について。普段着る分と運動で使う分がまず増えますよね。それと汗かく分、皮脂汚れが衣類に溜まりやすくなるので、やっぱり余計皮脂汚れが残りやすくはなるんですよ。で洗濯物増えるので詰めて洗うっていう風なことになりがちですよね。面倒ですよね、分けて洗ったりするのも。できれば1回で洗いたいという風に思ったりするのであるのかなと。だから洗濯をするポイントは、こちらの方のように洗濯洗剤の量をしっかり守って適量入れるっていうのはもちろんですけれども、洗濯量もそうですよね。洗濯量も適量入れるというところがポイントになってくると思います。はい、次、粉末洗剤と液体洗剤のメリットデメリットなんですけれども、難しいところもあるんですが、単純に粉末洗剤は溶け残りしやすいですよね。特に寒い時期、水道水が冷たい時期は溶け残りしやすいです。これがまずデメリットですよね。液体洗剤その心配がないんで、溶け残りの心配がないっていうのがまずメリットですよね。洗浄力について、これは粉末タイプの方が洗浄力高いです。これメリットですよね。なぜかというと、液体洗剤の場合はお水に洗浄成分入れて混ぜて洗剤作るんですよ。粉末はもちろん水ないじゃないですか。水の代わりに何使うかというと、硫酸ナトリウムと炭酸ナトリウムって使うんですよ、水の代わりで。炭酸ナトリウムがもうアルカリ剤なんですよ。水との代わりに使う炭酸ナトリウムがアルカリ剤なので、これを入れることによってアルカリによるんですよ。アルカリで油汚れ落ちますからね、皮脂汚れ落ちますからね。だから洗浄力高いわけです。水は中性じゃないですか。炭酸ソーダを入れる分アルカリによって汚れ落ちが良くなる。ただ最近の中性洗剤、最近と限らないんですけども、中性洗剤でもあえてアルカリ剤っていうのを入れて
弱アルカリにしてるものもありますし、まあ入れずに中性のものもあります。アタックゼロとかは中性ですよね。まあ、粉末洗剤のアルカリ度ほど高くないと思うんですよね。まあ、炭酸ソーダがたっぷり入ってるわけですから、液体と比べると。だからその分落ちがいいのかなと思います。液体のデメリットは粉末洗剤よりも皮脂汚れがの落ちが悪い傾向にあると、一概には言いませんがということですね。粉末洗剤のメリットは液体洗剤よりも洗浄力が高い傾向にあると。でこれ相反するところでいくと、今度はアルカリ度が高いと生地が傷めやすかったりするんですよ。生地の種類によりますけれどもね、生地が傷みやすかったりするんで、生地が傷みやすいっていうデメリットが今度はあるわけですよ。で一方で液体の方は生地に優しいというところになりますよね。まあ、そんなところがデメリットメリットですよね。ということで参考になれば嬉しいです。どうもありがとうございました。という感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。